はい、どうも、ヒアリスです。どうも、カイノリスです。今日なんですけども、はい、エアジョーダン4がね、いろいろとストック数の情報が出てきてました。はい、過去に発売された分なんですけども、はい、ちょっとそのあたりのまとめを今日はやっていけたらなと思います。はい、このチャンネルではスニーカーやファッションに関するリーグ情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方が見てない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムの方をやっておりますので、概要欄の方にリンクの方がありますので、気になったところの方よろしくお願いいたします。お願いします。はい。じゃ早速なんですけども。そうですね。はい。あるリーグアカウントサイトの方が、これでも過去にね、うん、個別ではあるんですけど、うん、過去に発売されたエアジョーダン4の、うん、まあ、リークなんですけど、ストック数っていうのをやらせてもらってるんですよね。はい。はい。で、そのまとめで、こういった投稿がありまして、ちなみに今見てもらっているこのストック数っていうのは、すべてメンズのサイズ。なるほど。はい。過去にフルファミリーサイズで発売されているエアジョーダン4も含まれてるんですけど、うん、この数字に関しては全部メンズのサイズらしいんですよ。ああ、そうなの。はい。で、リークで出てきているもので、こういった風に並んでるんですけど、うん、この中からいくつかピックアップして、今、ストック X の方で大体ね、平均の、まあ、値段といいますか、うん、取引額がどれぐらいかっていうのと、まあ、ちょっと合わせてですね、お話したいなと思うんですけど。ただ、エアジョーダン4っていうのは、はい、発売された当初はね、そんなにプレ値つかなかったりとかするんですけども、はい、気がついたらね、結構上がってて、もう手が出ないみたいな状態になっていることは結構多いんですよね。はい、まあ、それなんでかっていうと、はい、まあ、エアジョーダン4の、他とのコラボ、例えばトラビス・スコットだったりとか、はい、エミネムのコラボだったりとかがあると思うんですけども、はい、それに似たカラーリングのものっていうのが、後からね、はい、まあ、買えなかった人たちが流れ込んでいくのか、はい、まあ、値段が上がっちゃう傾向にあってっていう感じがあるんですよね。はい。はい。今回ね、この動画を作成するにあたって、うん、僕メモ作ってたんですけど、うん、このエアジョーダン4のストック X の値段とかの、まあ、推移とかずっと調べてまして、うん、まあ、結果を売ってしまうと、欲しい時といいますか、定価で発売された時に、買うのが一番いいなと思いました。それはまあそうです。本当にそうなんですよ。でもどのスニーカーも本当にそうなんですよ。はい。エアジョーダン4に関しては本当にそんな感じといいますか。そうですね。はい。じゃあやりましょうか、ちょっと。はい。はい、じゃ早速なんですけども、エアジョーダン4の、トゥープヘイズですね。これは僕持ってます、ね。そうなんですよ。羨ましいですね。僕これ欲しかったんですけども。はい、こちらの方が 8.8 万足だったと。そうなんですよね。情報なんですよね。はい。で、今ストック X の取引といいますか、こういうふうに出てるんですけどね。はい、こちらの方がですね、はい、すべてのサイズの平均っていうのが、今5万円で出てるんですね。それもすごいです。結構なお値段。倍ですよ。ね、はあ、まあ、これね、クラック加工されてる、はい、トゥーの部分がね、結構かっこよかったという感じですよね。はい、まあ、これに関しては、うん、過去にトラビス・スコットのエアジョーダン4を彷彿させるようなデザインだったんで、うん、まあ、前から人気ありましたね、発売前からね。そうですね。はい。発売されて僕は買えなかったんですけど、フィアリスはスニーカーズに変えて、そうなんですよ。そうなんですよ。いくらぐらいになってるんですかね。今、僕だと US の11なんで、5万9000円になってますね、はい、ここ結構な値段ですね。まあ、これでもこの値段でね、実際売れるとかいうわけじゃないですか、ね。はい、ああ、そうなんですよね。はい、ただね、これに関しては、8.8 万足ってね、うん、少ないなと思ったんですよね。ああ、まあ少ないですよね。はあ、このトゥープヘイズがストック X の方に、うん、登録されてからの値段をずっと全て乗っけてるね、うん、これ、グラフみたいなのがあるんですけど、うん、はい、まあ、見てもらったらわかると思うんですけど、緩やかに右上がりなんですよね、やっぱり。まあ、緩やかに。まあ、一度ね、はい、発売されたタイミングですよね。一、はい、回値段は下がってるんですけど、そうはい、まあ、その後、まあ、徐々にね、じりじりとまた上がっていくというような感じですかね。はい。はい、続いてなんですけども、こちらも僕持ってるんですが、はい、エアジョーダン4のレッドサンダーですね。はい。まあ、この間発売されたんですけど。そうなんですよね。はい、ストック数の方がですね、こちら結構な数はあったんですけども、はい、まあ、それでも13万足ということで、はい、まあ、結構数があったんでね、僕も買えたのかなという感じではあるんですけども、はい。はい、で、こちらの方がですね、平均価格というのがですね、はい、現在3万4千円というような形になってるんですよ。まあ、これからするとね、結構お値段。1万円ぐらいついてますよね。はい。はい、グラフの方を見ていきますと、はい、まあ、1月の販売時点で一旦落ち着いて。そうなんですよ。はい。はい、まあ、その後はね、価格の維持をしてるような感じですよね。はい、そうなんですよね。はい、今からずっと見ていってもらうエアジョーダン4のこの価格の推移なんですけど、一旦下がってるのは、リリースされた日なんですよね。はい。はい、で続いてなんですけども、オフホワイトとエアジョーダン4のコラボなんですけども、こちらね、ウィメンズにはなってしまうんですけども、ストック数の方が6万足ということで結構少なかったかなというところですよね。で、まあこれがね、現在の平均価格っていうのが、はい、まあ、驚きの15万5000と。すごいっすよね。やっぱりオフホワイトのコラボ人気ありますよね。そうなんですよね。これだって発売された1週間後とかに自分のサイズ見てたんですけど、うん、ウィメンズで自分がいけるね、サイズ見てたんですけど、うん、結構すごい値段出ましたよね。10万前後ぐらいだったと思うんですけど。
はい、続いてなんですけども、エアージョーダン4の、ウィンターライトですね。はい。はい。まあ、あの、こちらの方が、ストック数が、8.6 万足だったと。結構少なかったんですね、これね。そうなんですよね。はい。まあ、これで、ね、まあ、2機出る理由っていうのはね、はっきりしていて。はい、ああ、そうですね。はい。はい、まあ、エミネムと、エアージョーダン4のコラボでアンコールってあるんですけど、はい、まあ、それにすごく似てるんで、そうですね。はい。発売前から、それに似ているモデルだっていう言われてたんですけど。はい、こちらの方が 39,100 円ですね。はい。はい、まあ、これの方も、ちょっとこの価格の推移見てもらいたいんですけど、うん、まあ、ゆっくり上がっていってるじゃないですけど。そうですね。はい。まあ、やっぱりエアージョーダン4は発売当初の低下のタイミングで買うのがやっぱり一番ですね、はい。そうなんですよね。はい。僕もね、あの、この間発売された UNC ってあったじゃないですか。ありましたね。あれね、あの、実はリストックが結構来てたりとか、はい、店舗でも見かけたりとか、みたいなことあったんですけど、はい、結局、まあ、いつでもいいかと思って買わなかったんですよね。はい。そしたら今結構値段が上がって、ちょっと手出すのは嫌やなぐらいの価格になっちゃってるんですよね。はい。で、続いてなんですけども、エアージョーダン4のクールグレイですね。はい。こちらの方が 14.6 マス速で結構な数があったんですよね。あったんですよね。はい。にもかかわらず、なんですけども、はい、今現在の価格っていうのが平均で5万100円の結構な値段ですよね。はい、トゥープヘイズ並みと言いますか。そうですね、はい、こちらもね、もう発売以降じりじりと値段が上げていて、そんな感じなんですね。右上がりになってるんですよね。はい、はい、続いてなんですけども、これなんでこんなにあるんやろっていう感じですね。そうですね。あの、はい、エアージョーダン4のブラックセメントブレッドですね。はい。こちらの方が 28.5 万足ということで、かなり数は多い方ですよね。はい、このブレッドに関しては、彼が数が多かったっていうのを以前リークもやってると思うんですけど。はい。はい、まあ、これもね、値段ついてるんですよね、結構ね。これね、数が多い割にはね、値段維持してると言いますか、平均価格の方が、5万5400円と。はい。これね、サイズによってゴールデンサイズだと、平均価格のプラス2万とかになってると思うんですけど、はあ、はい、まあ、これもね、じりじりと値段が上がっていって、ね、そうなんですよね、まあ、ピーク付近にあるのかもしれないですね、はい、2019年の時点で僕ら、この YouTube やってたんですけど、これ狙わなかったんですよね、当時狙わなかったですよ、やったと思うんですけど、はあ、はい、続いてなんですけども、あのエアージョーダン4のホワイトオレオックスね、はい、はい、まあ、こちらの方が12万足ということで、はい、まあまあ、あの、他のね、6万速とか8万速に比べると、まあまあ数はあったのかなというところなんですけども、はい、こちらの方もですね、まあ値段の方が5万4200円という形で、はい、倍ですね。ね、結構なお値段になってるなという感じですよね。はい、これも右肩上がりになってるんですよね。まあ正式発売があってから、はい、まあ若干値段の方がね、ドンと下がって、はい、まあその後またじりじりと上がっていくというような感じです、ね。はい。これね、最初にすごい高いのは、もう発売前に持ってらっしゃる方が出してるんで、うん、それは値段が高くつくのは当たり前なんですけど。そうですね。はい。はい、で、続いてなんですけども、まあ、そんな中ね、5月の26日にはですね、はい、あの、エアジョーダン4のブランクキャンバスの方が発売されるんですよ、はい。でもこれ、ウィメンズなんで、ウィメンズが出ないんですよね。はい。こちらの方はね、前からね、数が少ないんじゃないかって、ビーカーカウントサイドが言ってたんですけど、6万足なんですよ、これね。そうなんです。かなり少ないですよね。うん、はい。オフホワイトと、エアジョーダン4のコラボのウィメンズのセールと、大体ストック数が一緒なんですけど、はい。これね、僕ね、明日狙うかどうかどうしようかなってなってるんですよね。これでもオフホワイトに雰囲気似てますよね。あ、そうですね。というのも、エアジョーダン4のミリタリーブラック変えてるのと、うん、あと今月結構ね、スニーカー変えてるんで。僕も結構変えちゃってるんですよね。はい、エアジョーダン4のブランクキャンバスいいなと思うんですけど、うん、まあ、どうしようかなってなってますね。なるほど。はい。まあ、あの、今後もね、はい、エアジョーダン4魅力的なものまだまだ発売されるので、はい、まあ、発売されたらやっぱそのタイミングで、そうなんですよね。まあ、定価に近い金額で、ね、はい、買っておきたいなっていう感じですよね。はい。またあのミリタリーブラックの方も届いてますので、はい、そうなんですよ、はい、まあ買い取り業をちょっとやっていきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。カイノリスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had. At Parker's, can't listen, but finish what I started. Paint a picture like an artist, you're looking like the victim. But really, I am the target, and I ain't asking for anyone's energy. I swear medically I'm needing a remedy or therapy to stop myself feeling so heavily. Mentally I haven't been acting, now I'm in a beat.